よろしくお願いしますということで、はいじゃあちょっと自己紹介の方からあのさせていただきまして改めて、えー、コーロキ貴教と申します、えー、SWE をやっております。えー、今はですねあのラプラス株式会社というところで CTO として働いております。で2009年からですね、SWE として仕事をしていて、なんかエンプラ系とかウェブ系とか,なんか結構雑色気味にいろいろやっていたというものでございます。で、えー、この発表になるんですが。 あのこのセッションではです。わね、えー、このセッションもめっちゃ緊張しててごめんなさい、ね。あのこのセッションでは、あの実際に行ったその python ソーシャルーオースの twitter を sapi のマイグレーション対応っていうのを題材にですね。あの、その背景とか、えー、対応内容、結果とか感想学びなどなどですね。まあ、共有することを通じてですね。 API のマイグレーションを行うときに注意するポイントだったりとか依存しているサービスとか OSS の変更対象の考え方の一例みたいなものをまあご提供できればよいなと思ってプロポーザルをあの作ったんですけどしかしながらですね皆さんご存知のとおりなんかすごいことが起こってしまいましてですねあの対応したあとになんか名前が X になっちゃいましたよみたいな話だったりとかあのなんかですね昨日その資料を作ってて。 アドビス o ックで取りって検索するとなぜか X のロゴが出てくるみたいな感じでなん,かあのなんか一気にネタ枠みたいな感じにかなんか変わっちゃったのかなみたいなところがあったので、まあ、その辺の期待にも応、ね、えられると嬉しいなと思ってあの準備してきたのであのよろしくお願いいたしますという感じです。 でおし長きとしてはです、ねえー、まずあの前提知識の共有ということで、えー、ソーシャルログインって何、まあ、だっけみたいな話とあのそもそも何でこの対応したんだっけみたいな話あとは、えーまあ、このセッションで題材にするちょっとシステムについても軽く触れます。 でその後、えー、本編ですね。まあ、どういうあの、アナウンスがあった時にどういう考えて何をしたのかっていう部分で、ここに、まあ、ちょっと Python の要素はあるんじゃないかなと思います。でその後、あの結果と振り返りということで、まあ、こういうことを、まあ、あの学びましたということをお話しできればという、まあ、こんな流れでお届けしてまいります。えー、ということで、まず前提知識なんですけど、まず、まあ、ソーシャルログイン、これはですね、あのもう多分もう当たり前になってきたものだと思います。あのサービスでこう Twitter でログインみたいなのを押すと、Twitter 側の画面にいて、 アクセスを許可って押すと、まあ、ログインができますよということであの一般的には、ね、こういう、はい、あの目的で導入されているものだと理解しておりますと、まあ、ソーシャルログインと呼ぶときはあのこ,れこれを指すものと思っていただければでですね、えー、でもう1個これを実装の選択肢としては今2パターン、まあ、あると思ってまして1、えー、つはースプロトコルを直接利用しましょうというパターンとあとはもうです、ね、あのマネージドサービスを利用しちゃいましょうというあの2パターンあります。で 今回のお話は左サイドですね、あのプロトコルを直接利用で、まあ、ライブラリとしては Python ソーシャル OS を利用したお話にフォーカスしてまいります。でただですね、あのシステム的な課題については、他のライブラリももしかしたら同じようなことが起こるんじゃないかなっていうのを軽く見た感じであるので、もしかしたら使えるかもしれませんという内容になりそうです。はいでまあ、合わせてですね、あの実は去年の PyCon2022 でですね、あの 同僚の,あの高橋さんがです、ね、あのセッション発表を実はさせていただいてましてあのこれを見るとです、ね、結構理解が深まるのであのおすすめさせていただきますという感じです、はい、で,、えー、でまた前提知識ですね、まあ、API 騒動というものこれ皆さんご存知ですかねどれぐらいあの対応したよという方いらっしゃいますかあ,ありがとうございますあのなんか 飲みたいですね、はい、で <laughs> まあ何が起こったかというとですねあの2023年の2月2日ですねもう忘れないですねあの1週間後の2月9日に API の無料アクセスを廃止するよみたいな1週間後やんみたいな感じでこうバーンと出てきてでまあ割とこう世の中は混乱 <laughs> 混乱に陥ったわけでございますで2月9日になったのにアナウンスないぞみたいな話だったりとかあの突然使えなくなったんでサービス終了しますみたいないろんな声とか、まあまあ、とにかくすごいことになってってです、ねまあ、この対応のお話をしていきますという感じですちなみに最近は8月22日にこ,うこっちの API も廃止していくよみたいなアナウンスとかが出て、まあ、まだまだちょっと戦いは続きそうな感じがしていますという感じです、はい あとはまあ我々,の我々のシステムですね、あのまあ、ラプラスというですねあのエンジニア個人さん向けのサービスをあの運営しておりまして、でこちらはですねあのもうほらあの画面見るともうめっちゃ影響を受けそうな感じしますよね。であの 登録いただけますとですね、まあ、いろんな SNS エンジニアさんが使いそうなサービスのところからですねブログ記事だったりあのリポジトリのコードの情報っていうのをまあガッと取ってきてでそれを集めてポートフォリオみたいな自己紹介ポートフォリオみたいなやつをガッと作ってくれますよっていうサービスですあとはあの独自ロジックではあるんですけどこの技術力スコアみたいなのを算出したりとかいろいろですねこうアウトプットをもっとやっていくといいことがあるよ的なあの機能も盛り込んでおりましてこう皆さんがですねこう アウトプットする人が増えるといいなという感じで運営をしていますあとはですね生計を立てるためといったら何なんですけどあのこういったところに登録いただいている意欲の高いエンジニアさんを採用できますよというサービスとつながってまして、まあ、そのラプラススカウトというサービスを企業さん向けに提供しているという、まあ、そんな感じの、えーはい、ことをやっているサービスですでですねで主な流れとしてはあの単純にデータを いろんなところから収集してデータ構築してでそれをいい感じに見せてお届けするという形になっておりますツイッターの API としてはあのデータ取得のところとあのユーザー認証のために使っておりましてで今回ですねのユーザー認証のために使っているところを題材にお話をしてまいります、はいでまあ、インフラはまあ基本的に Python と Jango をバックエンドに使っておりますということだけ覚えて書いていただければと思いますははいまあ、はいいいいこれかな、はい ではちょっといよいよ本編ということで Python の技術的な要素が出てくるまでちょっと時間がかかるので、まあ、ちょっとあのご進歩いただくみたいな感じでいきたいんですがまずですねあの無料 API 廃止宣言が出たっていう、まあ、その日なんですけどツイッターで告知なんですよね、まあ、それはしょうがないんですけど、あのーはい、1週間後になくなるぞっていうことがですね出てきてあこ,れこのスクショは昨日撮ったんでもう X になっちゃってるんですけどこのときは青い鳥でした。で その時の時私はですね、あの社内にあの出社日をお祝いしてくれるスラックボットをですね、息抜き的な感じでこう作ってですね、楽しいタスクだったみたいな感じで僕の,あのスラックでこう発言が出てきたんですけど、まあ、これを見てですね、マジかよみたいな感じに急転、まあ、直下の,あの、まあ、スラックロゴを見ると懐かしいなみたいな感じであの昨日見てたんですけど。 この時点ではですね、まあ、具体的にどうなるのかみたいなことって全く分かっていなかったので、まあ、とりあえず全部使えなくなるとしたらどうなのっていうところを想定してあの影響範囲を調査しましたで、まあ、使えなくなるっていう話なのでそのデータ収集はできなくなるよねもうこれはもうできないものできないで許容するしかないよということと、えー、ログイン新規登録。これも 共有するしかないよねって話ではあるんですけど1個だけあの絶対に陥りたくないという状況がございましてそのログインする手段がツイッターログインのみのユーザーさんがこのもしこれができなくなってしまうとサービスにもログインできませんっていう状態になってしまうとでここだけはケアをしたいということで、まあ、調査を、えー、行いましたとで、まあ、これは実際のところはあのパスワードリセットとかそのあたりの,あの、まあ、仕組みでですねあのケアできているっていうことだったので、まあ、基本的にはまあ 対応しなくても大丈夫かなっていう落ちても最悪まあ耐えていけるかなっていう判断をしましたでもう一つはやっぱり事業数字周りへの影響ですねで、まあ、ここに関してもあの結論から言うと警備という形で、まあ、新規獲得への影響に関してはもう注力しているターゲットさんが Twitter 広告経由かつツイッター連携で獲得できているのは全体の1%程度しかいなかったということだったりあのそうですね何というか 予測された、えー、MAU とか DAU へのインパクトっていうのは0.3%程度だろうということだったので、まあ、一旦クローズされたとしても即致命傷には至らないということで続報を待つみたいな判断をしましたでその後、ですね2月2日に1週間後止めるぞって言った後に正式な報が出るのは3月30日なんですけど、あのー、この翌週ですね、X でですよ、2月9日。 まあ今ちょっとやっててねみたいな感じの割とこうカジュアルな感じでもうちょっと待ってくださいみたいな感じのやつが出てきたりとかえそうですね2月14日ですね、これはあのなんかいろいろあるんだよみたいな感じでもうちょっと待ってくれよみたいなあのそうですね、来てで僕らはなんかおいおいみたいな感じで思うわけですよでさらにはですねそのすごい共感したツイートがあるんですけど いやこれツイッターでビジネスやってる人からするとこれ結構辛いんですよっていうツイートとかね、まあ、かなり出てましてあの少なくとも日付はセットしてくれよみたいな感じのねあのツイートがあったりしてうんうんって思って、えー、見てましたで、えー、そうでですねでもこれ結構面白い状況であの要は無料を廃止するよってことはお金を払ってくれっていうふうにツイッターは言ってるわけですで僕らはそういうときどういう気持ちだったかというと何というか <laughs>。 どうやってお金を払ったらいいんだみたいな感じでなんかすごい、すごい気持ち悪いというか、おか,おかしいですよねあの。頼むからお金の払い方を教えてくれみたいなあの感じになってて、なんかやっぱ Twitter ってすごいサービスだなって、その時はちょっと思いましたね。なんかうらやましいと思いました。で、えーまあ、そうこうしているうちにです、ね、3月2か月ぐらい経って、こう新しい料金形態っていうのが、まあ、バーンと出てきてで、えー、これから30日かけてこれまでの料金体系のやつを、まあ、クローズしていくよっていうアナウンスを。 がされてましたということで、まあ、いろいろこうフリープランとベーシックプランみたいなやつが、まあ、こんな感じでアナウンスがされたんですけど、えーまあ、解釈ですかね僕らの理解で、えー、誤解も含んでるので書くんですけどまず料金体系が変更されますよということで、まあ、無料なんかやめるって言ってまんですけど無料プランまだあるっぽいっていうことと、えーまあ、100ドルのプランとなんかそれからエンタープライズプランって,言ってなんかすごい高そうなやつになりますと。でえー、であと API の V1.1 っていう、まあ、なんか 2K を押し,してたんですけど、彼らは。1.1を廃止するような感じで、これはね、誤読だったんですけど、まあ、そういうふうに解釈をしました。で、ただ、OS API の, AP の V1.0A っていう、もともとのバージョンですね、こいつは引き続き利用できる、こ廃止するよっていう方には含まれていなかったというふうに解釈をして。 でまあ、クローラーを置いておいて2.0対応しないといけない方で置いておいて、まあ、このログインとか新規登録に関してはあの、まあ、無事に済むのではないかっていう済むかもしれないですねぐらいの感じで構えていましたでこれ正直ここに自信を持てる状態ではなかったんですけどあの、まあ、一時的なダウンに関しては先ほど申し上げたとおり許容できるよねっていう話をただ仮に何て言うんですかねその仮にというかあのちゃんと対応しててももうここまでなんか。 いろんなことがありすぎてですねあの言う通り対応したとしてもなんかまた何かあるんじゃないのみたいな感じの気持ちになったのでもうここはあの一回ことが起こってからまあ構えましょうみたいな感覚で待ち構えることにしましたという感じですね。で,あのでこのアナウンスの後に結構面白いことがあってあのソーシャルドックさんっていうあのすごいあのツイッターの分析のサービスの、まあ、素晴らしいあのツールを提供している会社さんなんですけども、まあ、その このサービスがですねあの障害が発生しましたと、あのエンタープライズ API を利用してたのになんか使えなくなりましたみたいな形で、こう残念ですというツイートが流れて、ですねこ,のこれと同じ,じ,同じ日にですね皆さん覚えてますかね、メイン画面の左上のアイコンを芝県に変更するみたいな、これ同じ日なんですよ、4月4日にやって、ですね多分これ、食らった人、めちゃめちゃ怒っただろうなとうう思ったんですけど、まあ、そういうこととか、本、ま、当、あ、はしゃめちゃだったんですね。ということで、あのまあ、なんかやばいだろうなって見てたんですよ。でそう,こうしてるうちに で、4月27日、今度はね、僕らのもちょ影響を受けることになって、突如、ですね、あれ、できると思ってない、ツイッターログインできないぞっていう話になるんですね。この時の僕のスラックがこれですね。はい、まあ、死にましたと。で、えー、で一旦緊急対処としては、あのメッセージで今できないですよっていうことをアナウンスしつつ、あのツイッターログインボタンをまあ消したりだったりとか、そのツイッターに関わる機能っていうのを塞ぐっていうのをまあ一旦対処しましたと。で、原因を調査したところ、あ実は、あの、 API に関してはそのまま利用できる状態でこれはまあ想定は合ってたんだけどど,ちらかどっちかというとその強制的なプラン移行というのが行われてこの無料プランには実は1アカウントに紐付けられるアプリは1個だけですよみたいな感じのルールが。 あったんですねでそれが適用されてで僕らは5つ持ってたんでその1個を残してその4つが全部もう NG な状態にガッといきなりなりましたとで、えーまあ、そうなんですよ、まあ、そんな感じで API 自体が全部使えなくなったっていう状況に陥りましたで、えー、じゃあ1個に残せば大丈夫そうなんですけどこの5つあるうちにデブ用とかステージング用はこれはもう文句なく消せるんですけど他のアップに関しては本番動作してるのであのこれ 消したくないよねっていう話とあとはあのじゃあ別のアカウントを作って新しくアップを作ればいいんじゃないかって思ったんですけどそうすると大須の,の1.0系のやつはそうすると使えないですみたいな感じになってたとで、えー、もちろんアプリ側の API の V2 以降というのは対応していないということで、まあ、結構無傷での対応というのは不可避ですよねみたいな感じで選択を迫られるみたいな感じになりましたで,、えー、で最速の Twitter ログイン機能の復旧をまあそれを 優先するんだったらなんかクローラーとかサポート用のアプリっていう他のアプリを消去すればいいんですけどもちろんそうしなくてあの消したとしてまともに動くのかっていうところで例えば API の状態ってもう本当に何が動いて何が起こらないのかっていうのはよく分かんない状態だったので中途半端に動いてもらって変なデータが変になるみたいなこととかも起こりかねないっていうところが検証できるかっていうと自信がなかったっていうのと仮に無事復旧してユーザーさんに Twitter の機能を提供したとしても なんかまた何かあったらすぐ対応みたいな形になって大事な進めたい開発を常に邪魔されるような状況というのは結構辛かったのであの結論としてはあの早期復旧を急がずにツイッターをクローズしてでその間にもうあのオーバーキルというか API は V2.0 言う通りに完全絶対大丈夫というラインまで引き上げるということを意思決定をしました。ただ、まあ ね、デイリーアクティブユーザーとか新規登録数に影響があるという場合には、まあ、方針を早期復旧に切り替えるという、まあ、お約束で,です、ねあのー、対応をスタートしていったという次第でございます。でまあ、ちょっとこれ言い訳、まあいいですね、まあ、言い訳ですけども当時のアナウンスと今のページだいぶ、ね、分かりやすさが違うんですよという話だったりとかあるんですけどで、はい、でシステム的対処の話に参りますこれ1ヶ月ぐらいかけました 一、まあ、つはですね、この Python ソーシャル OS 自体があの Twitter の APIV2.0 に対応していなかったというところがあるので、まず対応させるということをやりました。で、それを取り込んで、今度はアプリ側でその V1 から2に変えるっていうところに必要な処理っていうのを行って、で最後にまあ丁寧にリリースしましたという流れでございます。で、まあ、この対応に関しては、そうですね、まず Python ソーシャル OS っていうのは、このソーシャルコアとかソーシャルアップジャンゴみたいな形で、あのい,ろいくつかの あのモジュール群に分かれていますで、えー、ソーシャルコアがのその名の通りコアロジックですとでここがメインになっててでソーシャルアップジャンゴっていうのはこうジャンゴに組み込むための、えー、ライブラリとして提供されていますで、えー、なのでですねこのコア部分ですねコアにこう書くこれツイッターなんですけどこんな感じでこうツイッター用の,あのクラスと,として定義されててでこれをあのジャンゴのセッティングスで、えー、どれを使いますかっていうのをセットして使うという構造でした ということで、この OS2.0 用のバックエンドはなかったので、まずこれを実装しました。でこれの実装については、まあ、あの詳細は割愛するんですけど、あのポイントとしてはあの手元のリボジ取りの中にです、ね、オリジナルのバックエンドとして実装するという道もあったんですけど、本家にあの取り込んでもらうというところを目指して対応したという部分ですね。で利用理由としてはあの 今後ですねあの、ソーシャルコア側で破壊的変更するようなアップデートが行われたときに僕らのリポジトリにあるとそのコードなんて当然ケアしてくれないですよねっていう部分のリスクがあったりとかあの僕らがやらない状態で本家に別の誰かが違う実装でこの実装を TwitterOS API にの対応を行っちゃった場合になんか アップデートしていくとややこしいことになりそうだみたいな部分のリスクでしたりあとはまあそもそもそんなに自信のあるあのではないの自信のある対応ではないのでそのリポジトリに用意されたこうテストのヘルパーとか絶対使いたいよねっていう話だったりまあメンテナリーレビューしていただけるっていうのはかなりおいしいよねっていう部分であのまあそのへそのもろもろいろいろ考えてちょっと回り道に見えるがまあこれをやるのが安全だろうということで選択しましたよという感じです。 でまあ、あとはですね、あのちょっとあの同僚の高橋からですね、まあ、CTO ならそれくらいやりなよっていう話と、まあ、ちょっと一緒にやってあげるからさっていう温かいです、ね、お言葉をもらったので、ちょっと一緒にやらせていただいたって感じです。で、えー、で無事ですねあの、対応に関しては終了して、えー、このソーシャルオース、ソーシャルコアですね、に関してはマスターマージしてくれました、もうこれ非常にありがたいんですけど、結構道のり長くてですね、ここをリリースしてもらった後に、今度、 ソーシャルアップジャンゴがこの新しいバージョンを参照するやつプレリックを作ってそいつがマージされてそれがリリースされてやっと僕らがあの普通に利用できるって状態になるんですけど、まあ、結果ですね全然リリースしてくれなかったですでマージはですねあの非常にありがとうございます2週間ぐらいでやってくれたんですけどなんか急にリリースはされてなくてですい、ね、まだにリリースされてないっていう話なんですけど、まあ、まあそんな感じですなのであのソーシャルオースコアの方を あの手元でビルドしてで、リポジトリのところにそいつを取り込んで、あとはあのあれポイトリですね、あのパイプロジェクトとともに、まあ、実際あの、物理的にこいつはこれに依存するよっていう風に指定してあげて、今、利用しているという感じです。でまあ、リポジトリの中にその実装物は入っちゃってるんですけど、少なくともコードが本家のマスターに入っているので、まあ、そのコードを無視して進化していくということはまずないでしょうという風に思っていますという感じです。 はい、あのでまだリリースされていないのとなんかちょっとリリースしてくれよっていう声に対してなんか僕とか社員とか,全然とか全然ないんですけどなんかみんなわりと望んでいる人もいてちょっと大丈夫,大丈夫かなというかメンテナンス乗り出る必要があるのかなみたいな気持ちになってたりしてます。はい、でここまでがライブ OSS 側の話でここからアプリ側で必要な対応です。でこれはね結構 エグいとかああっていう感じだったんですけどその以前にそのバージョン1.1へで登録していたユーザーさんが2の認可フローを取ってログインを試みた時に別人だっていうふうにこのままだと判断をされるっていうことが起こりましたでこれはどうして行われていたかっていう話なんですけどあの <laughs> まず Python ソーシャルロースってこう まあ認可フローを通過した後の各処理っていうのがこ,うこんな感じでちっちゃいあのファンクションパイプラインファンクションって呼ばれてるんですけどこの関数の何ですかねあの細切れにすごい実装されててでこれをこの定数でどういう順番で実行するかみたいなのを定義して呪術つ,つなぎでやって、まあ、パイプラインですよねで処理していくっていう形になってますとでパイプラインファンクションが戻した値っていうのは次に実行される関数に引数として渡されていく引き回されていくっていう、まあ、そんな構造になってますと。 でということなので、まあ、上から頑張って見ていって、えー、どこがどういうことをやっているのかっていうのを見たときに、このソーシャルユーザーっていうやつがです、ね、このまあ、セッションウムは一旦た置いておいてこの、えーっとね、ユーザーソーシャルオースっていうテーブルをです、ね、そのプロバイダー、要はツイッターですねと UID っていうのをキーにして検索して、すでにいたら、あログインですね、とでいなかったら新規登録ですねみたいな、そんな感じの処理をするようになっていました。なのであの要は <laughs> プロバイダー名が OS1.0 のときは Twitter だったんですけど、2のときは同じのを使えないんで、OS2 っていう、まあ、検索キーが違うから、必ず新規ユーザーになってましたよみたいな感じですね。ということだったので、あのもうプロバイダーが OS2 のときには、もうプロバイダーイコール Twitter ってあるデータを探してで、それで判定をしてくれるっていうパイプラインファンクションを、まあ、自分で作って、えー、対応していくっていうことをやりました。でここはまあ詳細は多分見えないと思うんで、まあ、そんな感じのコードを入れました。なんか そうですねあの前とかその辺りにも入れたりしているのでこの辺りは参照いただければと思いますで作ったやつをですねこのソーシャルユーザーってやつの講談にあのパイプラインとして差し込んであげて、えー、一応無事対応しましたという形になりますでただ、ですねこの,ツイッター <laughs> このこ今回はツイッター OS2 からツイッターの読み替えで我々われはそのツイッター1 1.0A に関してはもうサポートしないというふうに決めているのでこれだけでいいんですけどその両方対応しますという場合にはその逆の読み替えもやってあげないといけないよねという部分がまあ本来は必要になりそうですという感じです。はい、であとでもう一個課題があってこれはもう本当にあのレベルがあれなんでこういうやつって感じです。えっとまあ、例えばユーザーを取っていきますで。Twitter というキーがあってこれは得られるとしましょうと。でその後に SNS のデータを取るときに なんかプロバイダー名をいにししてててろうっていうしてるやつですねでこれはもうあのツイッターだったらこれ取れるんですけどツイッター OS2 みたいな感じに入ってるとまあこれはもう落ちるんですけど取れないですよねということでその SNS のサービス名と OS プロバイダーっていうのはと本来別のものなのでたまたま名前が同じだからといってそのまま使うみたいなことはあのやってると事故を見るねっていうところでございましたので,で,でちょっとサービスの性質上ですねこういう箇所すごく多くてなんかいろんなところを手術してまいりましたという感じです。 で、まあ、対応が終わってリリースなんですが、えっと、リリースに関してはもう本当にあの普通にですねフィーチャーフラグを使って、まあ、一いったん o ス対応のコードをデプロイしているけれど UI 上は使用されないっていう状況を作りましてでまずデプロイ前にその既存動作だけ徹底的に休 a してデプロイをしますと。 でその後フィーチャーフラッグをオフにした状態で2週間ですね、本番で、既存動作だけが動くような状態で回って、ちょっと監視して変なことないかなっていうのを見ながら、ステージングでは OSAPI の,の新しい方の動きを QA してで、良さそうだねっていうところでリリースをするというフローをたどりました。 で結果としてはあのーまあ、移行後に今のところシステムトラブルは大きなのが起こってないですよというところとあとは機能を閉じていた間の事業数字に関しても、まあ、ここはあの他の悪化はまあ認められなかったということで、あのーまあ、いった結果としては良かったんじゃないかなというものになっております。はい、で,そうですねでちょっとま,またあるんですけどこれはのその認可画面なんですけどこれ1か月ぐらい前ですねだからロゴは X なんですけどツイッターアカウントへのアクセスを求めてますみたいな感じでなんかキメラがいたりとかですね 昨日う見たらですね、X アカウントへのアクセスを求めてみますみたいになってるんですけど、下の方を見るとですね、ツイッターログインという文言が残っていたりですねあの、まあ、頑張ってるんだなっていう感じになってます。はい、で、感想戦です、ちょっとあれですね、早足になっていきますが、まず、あのまあ、これに関しては、そうですね、あの要はじっくり直したっていうのは正解だったのかっていう部分に関しては、これは、 その選ばなかった世界性の評価は難しいんですけど正解だと思っていますまず、まあ、トラブルなくできましたよというところが一つともう一つはですねやっぱ対応完了後にこういうことがまた出てきたんですけどまああやっぱりそうなるよねぐらいの感じで、まあ、余裕で受け止められるっていうのはその開発のリズムを全然崩さずに、えー、済んでますよということで一、まあ、回やっぱりちゃんと対応して忘れるってことは尊いなっていう、えーはい、まず感想が一つと。 えー、ただですねあの、配信アナウンスに対する構えはね、もう本当、好きだらけだったと思いますあの、最悪を想定して調査とか言っときながら、あの本当に最悪が起こることとして、やるべきことっていうのは、実際、あんまり考えてなかったよねっていうところでその、少なくともツイッター関連機能をフラグ1つでクローズできるような仕組みとかは作っておきなさいよっていうふうに、今あの、振り返ってたら、めちゃめちゃ思ってたんですけど、まあ、なんかこう、要因はね、あの精神的なものを含めていろいろ考えられるんで、これは飲み会とかでお話できるといいなと思ってます。 であとはもうなんかセリフツッコミですけどいやツイッターのアナウンス信用できないとか言っときながら楽観材料に関しては信じるんだねみたいなこうねあの、うん、心当たりあると思うんですけどやっぱ心の弱さみたいなのありそうな気がしますよねって感じです。 あとは、えー、ツイッター API についての理解は、ね、圧倒的に足りていなかった。これね、このスライド全然分かんなくていいです。僕もかん本当に分かってるかどうか分かんないですけど、このエッセンシャル、スタンダード、プレミアム、レベーテッド、ベーシック、プロフリー、エンタープライズ AP 1. 1 API、V1、V1.1、V2、AOSAPI の 1.0A と2.0とか、本当はこのあたりをちゃんと関係性とかを理解した上じゃないと、今回の対応乗り切れなかったと思うんですけど。あのー そう,そうなんですよでこれを理解したあとでアナウンスを追いかけるとです、ね、なんか割と僕らこれが原因かもとか、こういうことなのかって思ってたことが、だいぶ、ね、間違ってたってことに、この資料を作ってて気づきました。であのー、そうで我々と同じように多くの人が誤解をしていたってところがあって、なんか少なくともツイッターはです、ね、あの8月22日までは V1.1 を廃止するっていうアナウンスは一回もしてないんですしてないんですけど、みんながそう言ってたんですね。 でそれはアクセスレベルの,そのフリープランとかの移行とかで使えなくなりました、でその人たちがたまたま V2 じゃなくて V1 を使ってました、V1 が死んだんだみたいな感じで解釈した人が V1 切られたっていうツイートをするわけですよねとかで、そういうのを見てこう先入観みたいな、これが原因だ、あれが原因だみたいなので、間違った理解をこういろんな人が共有しながら、もう訳が分からなくなっていったっていうのが、実際に、ね、起こってたことだと思っています。 なんで、まあ、ちょっと、ね、雰囲気で触るというのはとても危ないんで、こう、やっぱ強い気持ちで使え。使っているものっていうのは、ちゃんと理解しようっていうのが、あの、はい。あの、思ったところでございます。はい、で。えー、終わりにですね。で、ただ、まあ、いろいろ、なんか大変でしたねっていう話だったんですけど。一連の流れをね、改めて調べてみたんですけど。 こうまあ、とにかくそもそも Twitter さんの API めちゃくちゃ複雑だし料金体験もぐっちゃぐちゃではあるんですけどあの、まあ、試行錯誤を重ねてきた結果でもあるんだよなっていうのはすごく感じました WebAPI 今でこそこう作るのって普通に当たり前に皆さんやってると思うんですけどそもそもなんかそれがなんか当たり前になる前から TwitterAPI ってその中心にいたと思うんですよね。 でで今こういろんな API の運用とかこうしようとか料金設計とかこういうふうにした方がいいよって各社あのベストプラクティスとかノウハウとか溜まってると思うんですけどそれって結構この Twitter さんが最初にやってみてやった結果いろんな。 そのただ乗のりの人とかが来て、こうしないとねってやってた試行錯誤とかが還元されてるっていうのはあるなと思っています。なので、ちょっと今回の急激な変化とか、まあ、そう思うところがないわけではないんですけど、あのーね、これまでの貢献にはやっぱり敬意を払いつつですね、あのエコシステム維持の負担が、ね、集中してしまっていたのであれば、あのーまあ、ちょっとできることをやっていくみたいな姿勢でね、生きていきたいなっていうふうに思った試合でございます。とということで、はい、あの実力パリソン ソーシャルオースのツイッターオース API マイグレーションプロジェクトとその教訓でございました。ありがとうございます。発表ありがとうございました。では質問がある方挙手をお願いいたします。あ、じゃあ。あえっととてもためになる話ありがとうございます。えっと。 えーとソーシャルオースのコア部分のマスターに、まあえー、とマージされるまでの話について聞きたいんですけれど結構その OSS の,あのアップストリームに取り込んでおられるのって結構なんかいろいろ難しい面というか、まあ、戦略が割と必要だったりするのかなっていうところがあると思うんですけれどその例えばこういう方針じゃなんかマージできないとか,なんかリジェクトされるみたいなことがあったりするっていうのを聞いたことあるんですけどなんか。 実際にマージされるまでになんかどういう戦略でえっ、ー、と取り込んでもらうように動いたとかあるいはなんか細かいティップスというかテクニックみたいなのがあればあ<ー>えっと教えてほしいなって思います。はいあありがとうございます。そうですねえっ、ー、とまあまず最初にこう前提条件としてあのコントリビュートしたあの OSS 自体はそこまでなんかこう敷居の高いものではなかったというかあとで修正内容についても。 なんか各そのオースのバックエンドなのでなんか結構独立していたので影響範囲に関してはすごい読みやすいものですよねというところでしたで意識したところとしてはまあやっぱり既存のプルリクエストどういうふうに書かれているのかみたいなのをしっかり見たりだったりとかえそうですねテストはちょっと厚めにあの既存のやつよりも厚めに書いてなんかすごい頑張ってますアピールというかするのとあとはあのコントリビューションのフローとかはあのルール とかこうしてくださいっていうのがしっかり夢に書いてあるあのリポジトリでしたのであのそこにはまあしっかり従ってやっていきましょうっていう、まあ、結構律儀にやりましたで,でその方法を取れたっていうのも実際なんか途中でやめられるじゃないですかあのマージされなかったって言ったらじゃあもうでもさすがに1年は待てないのであのそこからまあ最悪戻せばいいやみたいな感じの心の余裕で実際あの対処してたってところはなんか そうですね。対応の時には考えてました。マージされる前間はだいぶその辺考えてた感じですかね。あ、分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すいません。ちょっとお時間になりましたので、えっ、ー、とコロキさんのトークはこれにて終了とさせていただきます。発表ありがとうございました。ありがとうございます。